エモンズ軍はアメリカ合衆国ノースダコタ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3550人であり、2000年の4331人から18.0%減少した。軍庁所在地はリントン市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。エモンズ軍はノースダコタ州が 州になる前の1879年2月に、ダコタ順州議会の法によって創設されたが、公式には1883年10月16日になって組織化された。この時の軍庁所在地は、ウィリアムズポートだったが、1889年に、リントンに移され現在に続いている。軍名は、初期ビスマーク氏の商人かつ企業家で、 蒸気船を運航していたバージニア州出身のジェームズ・エモンズにちなんで名付けられた。軍の最初の入植者はヨーロッパの地方やアメリカが州国東部から来た者たちだった。最も初期の者のはイエーツトリデを除隊した兵士たちが多かったが、1880年代に文民が到着するようになった。間もなく二つの大きな民族集団が作られた。すなわちロシアと ドイツ双方からのドイツ人とアメリカ合衆国東部から来たオランダ人だった。オランダ人は軍南西部の海で生活したが、ドイツ人は軍全体に入った。開拓者たちは軍内に入った時に多くの難関に当たった。その中でも最悪のものはおそらく厳しい気候だった。気温、風、雨及び雪が季節によって大きく変動し、 生活を困難なものにした。厳しい冬の吹雪と夏の雷雨や竜巻が常に脅威になった。不快な気候から身を守るために開拓者たちは使えるものなら何でも使って原始的だが対抗性のある住居を建設した。1852年に最初に建てられた建物は、ミノアの町となる場所近くに建てられたマルタ小屋だった。プレーリーではどこでも岩が見つけられたが、 石造りの建物は建てる時に大きな注意を払う必要性があったために稀なものとなった。最もよくあった住居は芝戸の家屋であり、後にプレーリーでの開拓生活と同義語のようになっていった。芝戸はプレーリーの草と泥を塊で切り出し、積み上げて壁を形成した。あたりには材木となる木が少なかったので、芝戸はこれを解決する効果的な手段となった。 その後建築資材が手に入るようになると、この原始的な住居は放棄されて、より現代的な家屋に変わっていった。別の困難さは交通の問題だった。道路はなく、サウスダコタ州のユーレカに一番近い鉄道駅があったが40マイル離れていた。交通には馬と荷車が使われるのが通常だった。広大なプレーリーでは、バッファローの骨を積み上げて、 道しるべとされることが多かった。橋もなかったので、クリークや水流を渡るのが大変だった。開拓者たちは二人一組で旅し、双方の荷馬隊を使って、互いの荷車を引かせ、水流を渡った。エモンズ郡で最初の橋は1889年になってから建設された。ミズりリ川がエモンズ郡の西側境界になっている。 初期に発展した産業は川を往復する蒸気船のために薪木を供給することだった。冬季には川が凍ったので蒸気船を運航できるのは夏だけだった。橋がなかったので川を渡るためには渡し船が必要だった。橋家も川の上り下りに荷物を運ぶために使われた。エモンズ郡内に現在ある町の歴史はブラドックの町から始まった。 1898年に設立され現存する最古の町である。同じ年にブラドックには、軍内で初めての鉄道が通った。1899年、地理的な中心に政府を置くという単純な理由で、リントンの町の区画が整理された。この町は、農夫弁護士で最初の州検察官にもなったジョージ・ w リューリンに、ちなんで名付けられた。 リントンの人口は1901年までに118人となり、さらに2年後には245人にまで飛躍した。リントンは1906年に村、1914年には町として法人化された。リントンの南10マイルには、1902年にトリスボルの町が設立された。しかしそこは、ドイツ人移民の社会となり、ストラスバーグと改名された。 1902年にはまた、ハーグの街もストラスバーグの南東に建設された。現存する街で最後に法人化されたのはヘーゼルトンだった。当時、ノーザンパシフィック鉄道がバーリントンノーザン鉄道と競合するために沿線に数多い街を建設しようとしていた。ノーザンパシフィック鉄道は、ジョン・ループという男が所有するウィリアムズ・ポートに近い土地に街の区画を開くことに決めた。 ヘイゼルトーンは、ジョン・ループの娘、ヘイゼルにちなんで名付けられた。現在はもはや存在していないが、ウィノナが軍内では、最古の町だった。ウィノナは1874年に、デビルズコロニーという名前で設立された。この町はイエーツ取りの兵士たちや、地域の数少ない農夫のために建設された。1880年代、ビスマークとサウスダコタシューピアの間では、 最大の町となっていた。軍内で最初の学校が1884年に建設され、軍で最初の新聞が1885年に発行された。1894年には町の人口が200人以上とピークを迎えた。しかしリントンの町が作られたことで、ウィノナの役目が終わり、1900年代初期には忘れ去られた。ウィリアムズポートの町は百八十三年に、 アッシュランドから来た一軍の人々によって設立された。最初の軍庁所在地はオハイオに置かれた。リントンとヘーゼルトンの町ができるとウィリアムズポートの人口が移動し、1903年には放棄された。現在は存在しないその他の町として、リントンの西、ミズーリ川のビーバーベイにあったエモンズバーグがある。1888年に設立され、 1912年に放棄された。グレンコは1883年に軍の北東隅に設立されたが、1930年に放棄された。ウィンチェスターは1884年にリントンの西、ビーバークリーク沿いに設立されたが、1909年までに完全に放棄された。ウェストフィールドはオランダ人入植地の中央に1888年に設立された。 アイオワ州、ウェストフィールドにちなんで命名されたが、法人化されることはなかった。ゴッドキンは1902年にリントンの北6マイルに設立された。その後テムビクに改名されたが、これは初期開拓者テンペル兄弟とエドラービクの名前を合成したものだった。1925年までに人口は200人を超えたが、1930年代の世界恐慌が影響し、 アメリカ国道83号線が通らなかったことから落ち目になった。そこの郵便局は1968年に放棄された。1880年代にスウェーデン人やノルウェー人が入植した金タイヤは1908年に設立され、その後放棄された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1555平方マイルであり、 このうち陸地は1510平方マイル、水域は45平方マイルで、水域率は2.88%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらず全て地になる。ありがとうございます。